1951年から1978年までのベースライン平均と比較した2010年から2019年までの世界平均気温。出展、なさなさによる観測温度と1850から1900年の平均値の比較工業化時代の世界の気温上昇の主な要因は人間の活動であり自然の力が変動を加えている。地球温暖化とは 地球の気候系の平均気温が長期的に上昇することである。これは気候変動の主要な側面であり、気温の直接測定や温暖化の様々な影響の測定によって実証されている。地球温暖化と気候変動はしばしば交換可能に使われるが、より正確には地球温暖化とは主に人為的な地球表面温度の上昇とその継続が予測されることであり。 気候変動とは地球温暖化とその影響の両方を含むものである。地球温暖化は有史以前からあったが20世紀半ば以降の変化はかつてないほどの速度と規模で推移している。気候変動に関する政府官パネルの第5次評価報告書は20世紀半ば以降観測されている温暖化の主な原因は人間の影響である可能性が 極めて高いと結論付けた。人間の影響で最も大きいのは、二酸化炭素、メタン、ア酸化窒素などの温室効果ガスの排出である。化石燃料の燃焼がこれらのガスの主な発生源であり、農業からの排出や森林破壊も重要な役割を果たしている。これらの知見は、主要な先進国の国立科学アカデミーで認められており、 国内外の科学機関からも異論のないものである。地球温暖化の影響としては海面上昇、降水量の地域的な変化、熱波などの異常気象の頻発、砂漠の拡大などが挙げられる。北極圏では地表温度の上昇が最も大きく、これが氷河、永久凍土、海氷の交代に寄与している。全体的に気温の上昇は雨や雪をもたらすが、 一部の地域では干ばつや山火事が増加している。気候変動は作物の収穫量を減少させ、食料安全保障に悪影響を及ぼす恐れがあり、海面上昇は沿岸のインフラに洪水をもたらし、多くの沿岸都市の放棄を余儀なくされる可能性がある。環境への影響には生態系の変化に伴う多くの種の絶滅や移転が含まれており、 最も直接的には、珊瑚省、産地、北極圏での影響である。積雪量の減少、水蒸気の増加、永久凍土の誘拐などの影響の中には、地球温暖化の速度をさらに高めるフィードバック効果を引き起こすものもある。二酸化炭素濃度の上昇による海洋酸性化は、温度によるものではないにもかかわらず、これらの影響と同様に分類されている。 地球温暖化に対処するための緩和努力には、低炭素エネルギー技術の開発と展開、化石燃料の排出量を削減する政策、森林再生、森林保全、さらには、また、社会や政府は、海岸線の保護の改善、より良い災害管理、より耐性のある作物の開発など、現在及び将来の地球温暖化の影響に適応するための取り組みも行っている。 各国は1994年に発行しほぼ全世界が加盟している国連気候変動枠組み条約の傘の下で気候変動対策に協力している。この条約の最終目標は気候システムへの危険な人為的干渉を防ぐことである。アンフシシの締約国は排出量の大幅な削減が必要であり2016年のパリ協定では地球温暖化を 摂氏2度以下に抑えることに合意しているが、地球の平均地表温度はすでに、この式位の約半分まで上昇している。現在の政策や公約では、今世紀末までの地球温暖化は、気候が排出に対してどれだけ敏感化にもよるが、摂氏2度強から摂氏4度に達すると予想されている。IPCC は、不可逆的な影響を回避するためには、 地球温暖化を産業革命以前のレベルと比較して、摂氏1.5度以下に抑える必要があると強調している。現在の温室効果ガス排出量が年間42キガトンであるとすると、摂氏1.5度以下に維持するためのカーボンバジェットは2028年までに枯渇することになる。世界の都市平均気温の偏差の経年変化地球表面の大気や海洋の平均温度は、 地球の平均気温、または地上平均気温と呼ばれ、地球全体の気候の変化を表す指標として用いられており、19世紀から始まった科学的な気温の観測をもとに統計が取られている。地球の平均気温は1906年から2005年の100年間で摂氏0.74度上昇しており、長期的に上昇傾向にあることは疑う余地がないと評価されている。 上昇のペースは20世紀後半以降、加速する傾向が観測されている。これに起因すると見られる海水面の上昇や気象の変化が観測され、生態系や人類の活動への悪影響が懸念されている。この地球温暖化は自然由来の要因と人為的な要因に分けられる。20世紀後半の温暖化に関しては、 人間の産業活動等に伴って排出された人為的な温室効果ガスが主因とみられ、2007年2月に国連の気候変動に関する政府間パネルが発行した第4次評価報告書によって膨大な量の学術的知見が集約された結果、人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は9割を超えると評価されている。 この AR4 の主要な結論は変わっておらず、より多くのデータを加えた第5次評価報告書の作成が進められている。AR4 によれば、2100年には平均気温が最良推定値で1.8摂取4度上昇すると予測される。地球温暖化の影響要因としては、人為的な温室効果ガスの放出、中でも二酸化炭素やメタンの影響が大きいとされる。 その一方で、太陽放射等の自然要因による変化の気を量は人為的な要因の数パーセント程度でしかなく、自然要因だけでは現在の気温の上昇は説明できないことが指摘されている。一度環境中に増えた二酸化炭素などの超寿命な温室効果ガスは能動的に固定しない限り、約100年間にわたって地球全体の気候や海水に影響を及ぼし続けるため、 今後2030年以内の対策が温暖化による悪影響の代償を大きく左右することになる。理解度が比較的低い要因や専門家の間でも意見が分かれる部分もあり、こうした不確実性を批判する意見も一部に存在する。ただし AR4 においてはそのような不確実性も考慮した上で結論を出しており、信頼性に関する情報として、 意見の一致度等も記載されている。地球温暖化は気温や水温を変化させ、海面上昇、降水量の変化やそのパターン変化を引き起こすと考えられている。洪水や干ばつ、国書やハリケーンなどの激しい異常気象を増加、増強させる可能性や生物種の大規模な絶滅を引き起こす可能性も指摘されている。対極的には地球全体の気候や 生態系に大きく影響すると予測されている。ただし、個々の特定の現象を温暖化と直接結びつけるのは現在のところ非常に難しい。こうした自然環境の変化は人間の社会にも大きな影響を及ぼすと考えられている。清水資源の枯渇、農業、漁業などへの影響、生物症の変化による影響などが懸念されている。 2セッシ3度を超える平均気温の上昇が起きると、すべての地域で利益が減少、またはコストが増大する可能性がかなり高いと予測されている。温暖化を放置した場合、今世紀末に5セッシ6度の温暖化が発生し、世界の GDP の約20%に相当する損失をこるリスクがあるとされる。すでに温暖化の影響と見られる変化が、世界各地で観測され始めている。 このように地球温暖化のリスクが巨大であることが示される一方、その抑制に必要な技術や費用の予測も行われている。スターン報告や AR4WG3、IA、e、等の報告によれば、人類は有効な緩和策を有しており、温室効果ガスの排出量を現状よりも大幅に削減することは経済的に可能であり、 経済学的に見ても強固な緩和策を実施することが妥当であるとされる。同時に今後1 3 0年間程度の間の緩和努力が決定的に大きな影響力を持つと予測されており、緊急かつ現状よりも大規模な対策の必要性が指摘されている。このような予測に基づき地球温暖化の対策として様々な対策が進められているが、現在のところ、 その効果は温暖化を抑制するには全く足りず、現在も温室効果ガスの排出量は増え続けている。これらの対策に要するコスト等から、このような緩和、対策としては、京都議定書が現時点で最も大規模な削減義務を伴った枠組みとなっている。現行の議定書は、議定書目標を達成に成功した国々も、ある一方、離脱、失敗した国々もあるなど、 削減義務達成の状況は国により大きく異なり、議定書の内容に関する議論も多い。しかし温暖化が危険であり、対策が必要であることは、すでにおおむね国際的な合意となっている。対策費用増加を含めた今後の被害を抑制するため、現状よりもさらに強固な緩和策が必要であると指摘されている。地球温暖化に関する動きの歴史を 参照地球の気候に関しては、1970年代には地球寒冷化の可能性が取り沙汰されたこともあった。しかしこの寒冷化説は根拠に乏しく、科学的に調べていく過程で、実は地球が温暖化していることが明らかとなっていった。一般の間でも寒冷化説が広まっていたが、1988年に、 アメリカ上院の校長会における前半戦の最近の異常気象、とりわけ暑い気象が地球温暖化と関係していることは99%の確率で正しいという発言が地球温暖化による猛暑説と報道され、これを契機として地球温暖化説が一般にも広まり始めた。国際政治の場においても1992年6月の 環境と開発に関する国際連合会議にて気候変動枠組み条約が採択され定期的な会合の開催が規定された。研究が進むにつれ地球は温暖化しつつあり人類の排出した温室効果ガスがそれに重要な役割を果たしているということは議論や研究が進む中で科学的な合意となっていった。このコンセンサスは2001年の IPCC 第3次。 評価報告書2006年のスターン報告2007年の IPCC 第4次評価報告書などによって集約された温暖化の主因とみられる人為的な温室効果ガスの排出量を削減するため京都議定書が1997年に議決され2005年に発行し議定書の目標達成をめどに削減が行われてきた欧州では順調に削減が進み 目標達成の目処が立っている。しかし主要排出国の米国が参加しておらず、また先進国のカナダが目標達成を諦めたり、福島第一原子力発電所事故後に石炭ガス火力発電比率を高めた日本が削減義務達成に失敗しそうな情勢になっている。二酸化炭素排出量の多い中国やインドなど、途上国の排出量を抑制する道程も定まっていない。 その一方で温暖化の被害を最小にするには京都議定書より一桁多い温室効果ガスの排出量削減率が必要とされる。2007年のハイリゲンダムサミットにおいては温室効果ガスを2050年までに半減するという目標が掲げられた。しかし具体的な各国の削減方法や負担割合については調整がつかず2007年12月のに、 温暖化防止割り会議においても、さらには、最近の2019年マドリードでの COP25 においても、各国の数値目標を定めるには至らなかった。様々な手法で得られた過去2000年間の気温の復元。右が現在、過去の気温変化を参照現在、地球表面の大気や海洋の平均温度は、1896年から1900年の、 頃に比べ、摂氏0.75度暖かくなっており、1979年以降の観測では、下部大流圏温度で10年につき0.12から摂氏0.22度の割合で上昇し続けている。1850年以前、過去1000年から2000年前の間、地表の気温は、中世の温暖期や小氷期のような変動を、繰り返しながら、比較的安定した状態が続いていた。 しかしボーリングに得られた過去の各種堆積物や樹木の年輪、氷床、貝殻などの自然界のプロキシを用いて復元された過去1300年間の気温変化より近年の温暖化が過去1300年間に例のない上昇を示していることが明らかとなった。気温の測定手段としては過去の気温については蒸気のように自然界のプロキシを用いて復元される。一方、 計測機器を使用した地球規模での気温の直接観測が1860年頃から始まっている。特に最近の過去50年 AR4 の世界平均気温については都市のヒートアイランド現象の影響が最小限となる要観測地点を選び地表平均気温の値を算出している。測定精度に関してはなお一部で議論もあるが そのような誤差用因を考慮しても近年の温暖化は異常であり、気候システムの温度上昇は疑いようがないと評価されている。2019年2月6日、世界気象機関は2015年から4年間の世界の気温が観測史上最高だったことを確認した。また、2018年の世界の平均気温が産業革命前比で一度上昇し、 過去4番目に高かったと発表した。2015年から4年連続で異例の高温が続き、上昇傾向が続き地球温暖化が進行している証拠だとしている。WMO によると2016年の平均気温の上昇幅は1.2度で観測史上最高を記録した。WMO のペッテリ・ターラス事務局長は、単年の記録の上位20位が、 過去22年間に集中しており、長期的な気温の傾向は、単年の順位よりも、はるかに重要であり、長期傾向は、上昇を示しているとした上で、過去4年間の気温上昇は、陸上と海面の双方で異常な水準にあると述べた。ハリケーンや干ばつ、洪水といった異常気象の要因にもなったと、指摘している。しかし、地球温暖化に対する会議論など根強い。 反対意見も存在している。地球温暖化の原因を参照地球温暖化は人間の産業活動に伴って排出された温室効果ガスが主因となって引き起こされているとする説が主流である。気候変動に関する政府間パネルによって発行された IPCC 第4次評価報告書によって人為的な温室効果ガスが温暖化の原因である確率は 90%を超えるとされる。IPCC 第4次評価報告書は、現在世界で最も多くの学術的知見を集約しかつ世界的に認められた報告書であり、原因に関する議論が行われる場合も、これが主軸となっている。原因の解析には、地球規模で長大な時間軸に及ぶシミュレーションが必要であり、膨大な計算量が必要である。 計算にあたっては、直接観測の結果に加え、過去数万年の気候の推定結果なども考慮して、様々な気候モデルを用いて解析が行われる。解析の結果、地球温暖化の影響要因としては、環境中での寿命が長い二酸化炭素、メタンなどの温室効果ガスの影響量が最も重要であるとされる。このか、エアロゾル、土地利用の変化など様々な要因が影響すると、 される。こうした解析においては、科学的理解度が低い部分や、不確実性が残る部分もあり、それが、批判や、会議論の対象になる場合もある。実際のところ、数億年前まで遡って考えると、二酸化炭素濃度は、現在より、圧倒的に高い。しかしこのような不確実性を考慮しても、温暖化のリスクが大きいことが指摘されている。 各要因別の放射強制力の評価結果、性の値が大きいほど地球温暖化を促進する効果が高いことを示す。最優端の人為的要因の合計に比べ、太陽放射の変化によるものは10分の1以下である。IPCC 第4次評価報告書を参照 IPCC 第1作業部会が発行された。この報告書は気候システム及び気候変化について、 評価を行っている。多くの観測事実とシミュレーション結果に基づき、人間による化石燃料の使用が地球温暖化の主因と考えられ、自然要因だけでは説明がつかないことを指摘している。それぞれの原因が気候に与える影響に関しては、科学的な理解水準が異なる。温室効果ガスに対する科学的理解度は比較的高いが、雲や 太陽放射変化などの気候因子は理解水準がまだ比較的低い。専門家の間で意見が分かれる事柄もあり、報告書にも意見の一度として評価結果が記載されている。二酸化炭素濃度の過去40万年の変化と産業革命以降の急激な上昇。地球温暖化の原因影響要因と仕組みを参照気候システムは自然の内部的プロセスと 外部からの強制力への応答との両方によって変化する。外部強制力には人為的要因と非人為的要因がある。その外部強制力には下記のようなものがある。要因ごとに地球温暖化への影響力は異なり、放射強制力で表される。放射強制力が増加すると地球に入る太陽放射エネルギーと地球から出る地球放射エネルギーとのバランスが崩れ。 バランスが取れるようになるまで気温が上昇し、地球温暖化が進むと考えられている。二酸化炭素やメタンは、環境中での寿命が長く影響力も大きいとされる。一方、水蒸気のように相反する効果を併せ持つものもある。オゾンは、対流圏と生層圏で働きが異なると考えられている。複数の温室効果ガスを合算して取り扱う際は、二酸化炭素、または、 炭素の量に換算する場合が多い。地球温暖化の影響を参照地球温暖化の影響に関しては多くの事柄がまだ評価途上である。しかしその中でも AR4 及びイギリスで発行されたスターン報告が大きな影響力を持つ報告書となっている。地球温暖化による影響は広範囲に及び地球上のあらゆる場所において発展を妨げると予想されている。 その影響の一部はすでに現れ始めており、IPCC などによるこれまでの予測を上回るペースでの氷雪の減少などが観測されている。AR4WG2 によれば、地球温暖化は気温や水温を変化させ、海水面上昇、降水量の変化やそのパターン変化を引き起こすとされる。洪水や干ばつ、猛暑やハリケーンなどの激しい異常気象を増加、増強させ、 生物種の大規模な絶滅を引き起こす可能性などが指摘されている。対極的には地球温暖化は地球全体の気候や生態系に大きく影響すると予測されている。個々の特定の現象を温暖化と直接結びつけるのは現在のところ難しいが、統計的にはすでに熱波や大雨等の極端な気象現象の増加が観測されており、 今後さらに増えると見られている。こうした自然環境の変化は人間の社会にも大きな影響を及ぼす。清水資源の枯渇、農業、漁業などへの影響を通じた食料問題の深刻化、生物症の変化による影響などが懸念されており、その影響量の見積もりが進められている。AR4 では2セ氏シ3度を超える平均気温の上昇により、 すべての地域で利益が減少、またはコストが増大する可能性がかなり高いと報告されている。スターン報告では、合成死6度の温暖化が発生した場合、世界が GDP の約20%に相当する損失をこむるリスクがあると予測し、温室効果ガスの排出量を抑えるコストの方が、はるかに小さくなることを指摘している。日本では、 国立環境研究所などによる影響予測が進められており、豪雨や猛暑の増加、農業用水の不足、植生の変化、干潟や砂浜の消滅、地下水位や海面上昇などによる被害の増大の予測が報告されている。農業では米が取れなくなり、漁獲量ではアワビやサザエ、ベニザケが減少するなどの甚大な被害が予想される。考えの減少。 北日本における米の生産工場など一部では利益も予想されるが被害が大幅に上回るとみられる。気候モデルによる今後の気温の上昇予測に2005年から過去50年間の世界の山岳氷河の平均の厚さの推移、地球温暖化の影響気温への影響を参照人為的な温室効果ガスの排出傾向に応じてさらに気温が上昇し、 下記のような現象が進行することが懸念されている。北、大西洋における熱帯性低気圧の観測数。青、熱帯性低気圧。緑、ハリケーン。赤、大型のハリケーン。地球温暖化の影響気象現象への影響を、参照気象現象への影響は一括して、異常気象の増加、気候への影響は、気候の極端化と表現されることがある。 温暖化に伴って気圧配置が変わり、これまでとは異なる。気象現象が発生したり、気象現象の現れ方が変わったりすると予想されている。例えば下記のような変化が懸念されている。降水量に関しては異論もあるものの、例えば下記のような影響が懸念されている。過去約120年間の海水面の推移、地球温暖化の影響、海水面の上昇、海面上昇を、 山椒気温の上昇により、氷床、氷河の誘拐が加速されたり海水が膨張すると海面上昇が発生する。これに関しては、下記のような予測や水、これにより、下記のような影響が出ることが懸念されている。地球温暖化の影響海水温、海洋循環への影響を、山椒地球規模の気温上昇に伴い、海水温も上昇する。これにより、 夏季のような影響が懸念されている。地球温暖化の影響環境、生態系への影響を、参照温暖化の影響は、生態系にも大きな影響を与えることが懸念されている。地球温暖化の影響社会への影響を、参照人間の社会へも、夏季のように物的、人的、経済的に大きな影響と損害が出ることが懸念されている。地球温暖化への対策 地球温暖化の緩和策として様々な自主的な努力及び政策による対策が進められ、いくつかはその有効性が認められている。現在のところ、その効果は温暖化を抑制するには全く足りず、現在も温室効果ガスの排出量は増え続けている。しかし、現在人類が持つ緩和策を組み合わせれば、今後数十年間の間に GHG 排出量の増加を抑制したり、 現状以下の排出量にすることは経済的に可能であるとされる。同時に今後2030年間の緩和努力が大きな影響力を持つ気候変動に対する早期かつ強力な対策の利益はそのコストを凌駕するとも予測されており、現状よりも大規模かつ早急な緩和策の必要性が指摘されている。地球温暖化への対応の動きを参照地球温暖化の影響は 蒸気のように地理的にも分野的にも広い範囲に及ぶため、それに対する対策もまた広い範囲に及ぶ。根本的な対策として温暖化ガスの排出量の削減などの緩和策の開発、普及が進められているが、世界全体ではまだ排出量は増え続けており、現状よりもさらに大規模な緩和を目指した努力が求められている。 世界の発電設備容量と発電量の変化に占める再生可能エネルギーの割合、地球温暖化に関する論争を参照地球温暖化に関しては、その影響が広範囲に及び、対策もまた大規模になると予測されているため、その具体的な緩和策に関する議論も多い。地球温暖化に対する会議論を参照 IPCC 第四次評価報告書などにおいて、 地球温暖化の原因は人為的なものが大部分であるとの国際的かつ科学的な合意が得られている。また2007年7月に米国籍油地質協会がその意見を変えて以来近年の温暖化に対する人為的影響を否定する国際的な学術組織はないとされる。しかし一部では下記のような意義を唱える論者も見られる。このような会議論に対しては 各国で下記のような現象や動きも見られる。問題カテゴリー著作、ドキュメンタリー芸術作品ゲーム。ありがとうございます。